パイインタール事件は、1983年7月24日に、ヤンキースタジアムで行われた、メジャーリーグベースボールのカンザスシティロイヤルズ対、ニューヨークヤンキース戦で発生し、物議を醸した事件である。3から4と、ヤンキース1点リードで迎えた9回表に新1塁から、ロイヤルズ主砲のジョージ・ブレットが、ヤンキースのクローザー、リッチ・ゴ・セージから逆転2点本塁打を放った。 ここで、ヤンキース監督のビリー・マーチンが、ブレットのバットには、滑り止めのための松屋にが、MLB の公認野球規則で許容される範囲を、超えて塗られており、違反バットであると抗議した。球審が、この抗議を認め、違反バットを使用する反則を犯したとして、ブレットにアウトを宣告し、ヤンキースの勝利で試合が終了した。ロイヤルズ側は、もう抗議するも覆らなかった。 試合後に、ロイヤルズは、この裁定について、アメリカンリーグに提訴した。リーグ会長のリー・マクフェイルは、ロイヤルズ側の主張を支持し、ブレッドの本塁打は有効であると裁定して5から4の9回表の西からの試合再開を命じた。25日後の8月18日に行われた、再開試合は10分足らずで終了し、ロイヤルズが5から4で正式に勝利した。 ジョージ・ブレットが事件時に使用していたバット・ジョージ・ブレット事件は1983年7月24日にヤンキースタジアムで行われたメジャーリーグベースボールのニューヨークヤンキース対カンザスシティ・ロイヤルズの試合で起こった9回をもてにし3から4のロイヤルズ1点ビハインドという場面で UL ワシントンを1塁に置いてロイヤルズ手法のジョージ・ブレットが クローザーのリッチ5セージから逆転2点本塁打を放った。この直後、ヤンキース監督のビリー・マーチンが、球審のティム・マクレランドに対して、ブレッドのバットに塗られた滑り止めの松谷が、MLB の公認野球規則で規定された、グリップの端から18インチ以内という範囲を超過して塗られている疑いがあるとして、ブレッドの使用したバットを検査するように要求した。 以前からマーチン監督やヤンキースの選手たちは、ブレットのバットに塗られたパインタールが野球規則に違反していることに気づいていたが、すぐには指摘せず、いざという時に指摘しようと決めていた。マクレランドをはじめとする審判団は、ホームプレートの長さ17インチを用いて、ブレットのバットに塗られたパインタールを計測し、タールが規定の18インチを超えて塗られていると判断した。 先ほどの本類打は、規則1.10に違反したバットを使用した反則打球であったとして、規則6.06により、ブレットにアウトが宣告され、得点も取り消された。ブレットのアウトが3アウト目であるため試合終了がコールされ、ヤンキースの勝利となった。ダックアウトで成り行きを見守っていたブレットは激怒して、グラウンドに飛び出し、球審のマクレランドにつかみかかろうとして、 チームメイトや類心に制止された。ロイヤルズのディック・ハウザー監督も猛烈に抗議したが判定は覆らなかった。ブレットの一打は決勝本類だならぬ決敗本類だと評された。ロイヤルズは判定の見直しを求めてアメリカンリーグに提訴した。アメリカンリーグ会長のリー・マクフェイルは MLB 公認野球規則1.10の 松ヤニを塗って良いのは18インチまでという規制は松ヤニを塗ることで打球飛距離を向上させることができるから禁止するという意味で設けられているのではなく松ヤニが広範囲に塗られているとボールに松ヤニが頻繁に付着してボール交換回数が増えてしまうから禁止するという単に経済的な理由で定められたものであると説明したしたがってブレッドは 打球を有利にしようと考えて、バットに松屋根を多量に塗っていたわけではなく、そのバットを用いた打球もルールの精神には違反せず、規則6.06の定める反則打球には該当しない。マクフェイルは、このように結論付けて、ロイヤルズ側の提訴を指示して、本塁打は有効と裁定し、5から4の9回表西からの試合再開を命じた。ヤンキース側は、当初は、 試合の再開に反対していたが、後に、この裁定を受け入れた。主催側であるヤンキースは、残り4アウトの試合の入場料を、通常の試合と同額にすると発表した。追加料金は違法だというファンによる訴えが二件正式に、受理された。最終的に、ジョセフ・サリバンニューヨーク最高裁上祖部判事が下した、プレイボールという短い文句の判決により、 割安料金で9回表にしから試合を再開することとなった。両チームのオフ予定日だった8月18日にブレットの本類打後の場面から試合が再開された。ヤンキースは7月24日の試合の判件を所持している場合には無料で入場できることを発表せず集まった観客は1200人のみだった。ブレットは再開試合には出場せずに翌19日から ボルチモア・オリオールズとのダブルヘッダーを含めた4連戦が行われるメリーランド州ボルチモアへ向かった。マーチン監督はマクフェイル会長の裁定を不服として左投げで本来は一塁一種のドン・マッティング・リーを再開試合の二塁手にあえて起用した。再開試合は9回裏にヤンキースが三者凡退に倒れロイヤルズが5から4で勝利した。バットに滑り止めを塗って良いのは 端から18インチまでとの文言は、現在の MLB の公認野球規則3.02にも存在する。しかし現在の規則3.02には、プレー後に、この違反を指摘して、プレーを取り消すことはできないという意味の正し書きがあり、パイ,インタール事件の再発を防いでいる。日本の公認野球規則の規則3.02にも、同様の正し書きがある。ありがとうございます。